まあ、スマップはね、まあ、良かったですよね。うん。あ、なんか、そうだ、スマップのメールも来てたんですけれども、こちらの方は、えー、私はスマップのファンですという方から来てますね。えー、17日の放送を聞きました。スマップのことについて語ってくれて嬉しかったです。ありがとうございました。えー、津田さんとスマップの共演、特に中井さんが多いですよね。えー、中井さんと津田さんのやりとりが好きです。ありがとうございます。えー、ヤンキーキスが合うのかなヤンキーじゃないですよ、僕だから。インターナショナルスクールなんです。えー、津田さんが中井くんに容赦なくつっ、 込んでくれる感じも好きまた黒バラみたたみいいいな番組してくれたらいいのになぷということとでねスマップとの共演楽しみにしていますということでね。そうですね。でもなんか良かったじゃないですかなんかあのほら、あのスマップスマップで、ね、生放送でこうバッてやって、それについてまたごちゃごちゃ言う人もいるけど、なんかあのみんな疲れ切った顔してたみたいな。いやいや、こんだけ騒動を起こして申し訳なかったですっていう謝罪会見で、ヘラヘラしないよみんな。 それは、いや、本当にもう、迷惑かけて、すいませんでしたっていうスタンスだから、えだから、俺別に普通に、ああ、かったなあと思って。うん、だからまあ、これで一段落したわけですもんね。だからもう、各番組のスタッフとかも、あ良かった、もう番組終わるかどうかもわからんしってなってたのが、番組タイトルも変わることなく、これからもまたスマップとしてやっていくってことで、良かったんじゃないですかで、それなんか立ち位置とかもいいじゃんないか、木村くんが真ん中にいて、中居くんが左端にいてとかって言うけど、いや,いや、毎回中居くん真ん中にねって、みたいな。 結構中居ん端っこにいること多いってと思うから、うん、別にそこもさ、でもやっぱ